ガリポリ戦中にギリシャで演習するイギリス海軍師団。イギリス海軍師団とは第一次世界大戦時にイギリス海軍が編成した陸上戦闘部隊である。正式名称は王室海軍師団である。ガリポリの戦いに参加した。1916年に陸軍省に移管されて第63師団に改編され、その後は西部戦線で戦った。 当時の海軍大臣だったウィンストン・チャーチルが創設を主導したため、ウィンストンの小陸軍と俗称された。新兵募集ポスター。19世紀において、イギリス海軍は海兵隊と水兵陸戦。戦時に必要に応じて編成する臨時の部隊ではあったが、水兵に対しても、ポーツマスの法術学校で特別の陸戦訓練が施されていた。イギリス海軍にとっては、 水上戦闘が少ない時代であったことから、例外的に実戦経験を経ることが多い部門だった。1914年8月に第一次世界大戦が勃発すると、海軍大臣ウィンストン・チャーチルの主導で、艦艇の陸組などの特定勤務についていない、余剰海軍将兵の有効活用を目的として、海軍旅団を拡大した、四団規模の陸上戦闘部隊の編成が行われることになった。 そうした、余剰海軍将兵が2万から3万人、存在していた。海軍の現役人員、予備役や、海兵隊の海兵系不評隊のほか、海軍予備員や海軍志願予備員などから人員を、調達し、2個海軍旅団と1個海兵旅団が、編成された。このうち無理や、RNVR からの人員は、キッチナー陸軍への志願者を無理や、 RNVR に配点したものが中心である。あくまで海軍組織の一部として、階級や規則は海軍式とされ、部隊機は軍艦機を使用した。その実態はほとんど訓練は受けておらず、反合などの装具の充足率は20%、海軍旅団の兵にやっと旧式小銃が渡されたのは、戦地への上陸3日前という有りだった。そして、 9月に3個の旅団を合わせて、イギリス海軍師団が編成された。師団は、ベルギーのアントウェルペンの防衛に派遣されることになり、1914年9月20日に、海兵旅団がダンケルクへ上陸した。海兵旅団は10月4日に、ドイツ軍攻撃下のアントウェルペン防衛線に展開し、ベルギー軍と協力して、ドイツ軍と交戦した。ベルギー国王アルベール一世との会談のために、 アントウェルペン訪問中だったチャーチル海将は24時間にわたって海兵旅団の直接指揮を取った。後続の海軍旅団2個も10月5日にダンケルクに上陸し、10月7日からアントウェルペンの戦いに参加した。しかし、すでに連合国軍は敗戦でベルギー軍は撤退を開始しており、イギリス海軍師団も後衛としてベルギー軍の退却を援護した後に、 10月8日、夕刻には防衛線から撤退を始めた。10月11日までに、師団主力は過労死で脱出したものの、ベルギー軍が終停境を爆破したために2500人が取り残され、内海兵旅団の約1000人はドイツ軍の捕虜となった。また、第一海軍旅団の約1500人も中立国オランダ領に逃げ込み、抑留された。ガリポリのヘレス岬で、 イギリス海軍師団と共同作戦中のイギリス海軍航空隊の装甲車部隊。1915年には再編成と訓練の後に4月からガリポリの戦いに参加した。当初は陽動部隊として使用されたが、上陸4日目の4月28日から4個大隊がオーストラリアニュージーランド軍団の増援として主戦線であるアンザック・イディア方面へと送られ、 600名以上の損害を受けた。ヘレスミサキ方面でも5月からのクリチアの戦闘にフット大隊が投入され、6月には師団の全力を持って攻勢に参加した。その後、戦闘が残豪戦となって、こ着状態となると、ガリポリ作戦中止までの間、ヘレスミサキ方面で守備任務に就いた。師団の人的損害は大きく、作戦終結時には、 海軍固有の人員は少数になるほどだった。1916年4月に陸軍省参加に遺憾となり、5月にフランスへ移動、7月に第63師団へと改編された。これまでの霊属部隊は一部が統合、解体された一方、新たな陸軍部隊が一個旅団以上編入となり、海軍部隊としての特色は薄れた。特に、村部の戦いで、 師団長アーチバルド、パリス少将が負傷し、キャメロン・シュート少将に交代してからは、海軍式の規律、寄風を消し陸軍との統一を図るよう指導が行われた。しかし、シュート少将の方針は、部下の激しい反発を招いてしまった。西部戦線に投入され、孫ムの戦い、アラスの戦い、第三次イープル海戦などに参加した。第一次世界大戦停戦後、 1919年4月にフランスで動員解除となり、同年6月に解体された。第一次世界大戦中の人的損害は死傷者4万7900人を超えた。地中海派遣軍司令官、イアン・ハミルトン陸軍大将の関越を受けるイギリス海軍師団。士団創設時の閣僚団は4個不評大隊からなり、海兵旅団のわずかな公兵以外に砲兵などの 特化部隊はなかった。海軍旅団霊下の大隊には著名な、イギリス海軍帝督の名前が、海兵旅団の大隊には、海兵大基地所在地の地名が冠されていた。第63次団への改変後は、正規陸軍部隊との混成になり、最終的に、第188から190旅団の3個、旅団編成に改められ、砲兵大隊などが追加された。 下記の最終励化部隊以外に一時期の所属後に転出、または解体された部隊もある。ただし、実際には、連度や年齢の点で戦力とは数えられないものも含まれていた。外部リンクの別宮。その前、海兵旅団は8月27日にベルギーのオーステンデに上陸したが、わずか4日後に撤収していた。外部リンクの別宮。このチャーチルの行動は、 目立ちたがり屋な行為であるとして、後に批判を受けた。これに伴い従来の国防義勇部隊系の第63師団は解体されている。ガイブリンクザロックサードディビジョニー1914から1918。ありがとうございます。